生がやってんの。おはようございます。今日だいぶいつもより大所帯でございますね。意外だね。あのスケジュールもだいぶスーパースケジュールになっております、はい、みんなで協力してやっていきましょう。はい、はい。今日の花役で片方田さんです。よろしくお願いします。あと今日現場見学で西条君いらっしゃってます。よろしくお願いします。スーパーティックトッカーです。スーパーティックトッカーメイキングでガッツリ使うから。スーパーティックトッカー恥ずかしい。こういうところからまずはありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと、時間もみんなで電話していきましょう。あとはいつもの僕メンバーでお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。お送りしてます。まあ、はい、じゃあ最初は花屋の中のインサートピンサーを好きにやりたいなこういうの作ってんのね。そうそうそう。この中の電気消したいんだよな。あーあーだ撮影か。やってんの。いや、やってんのこれ撮影。やってんの。後でマック買ってあげるから帰れ。あとこれっすね。扱い方うまいっしょ。慣れてるね。この世界バンって見せたいね。キャップも。急遽店員さん役決まりましたが、今の気持ちはどうですか。とても怖いです。ガッチガチじゃないか。おはようございます。おはようございます。どうですか。毎週終わったんですけど、確かに一番最後のシーズン、始めて新鮮ここからですね。ここからだね。頑張りましょう。イエイ。あ、こちらはホームレスから決めになったっていう。これからゆうやですよね。これからゆうやで、さっきもゆうやですけど、はいはい、ちょっとこんな感じのスタイルとかです。あ、なるほど。あ、なるほどね。ヘアメイクちょっと明日から買います。首です。それで行くんだったら首です。おはようございます。お久しぶりの脚本ですよね、はい、ご自身の。そうですね、久しぶり脚本書いて盛り上がっております。今日は珍しく一番最後からのシーンですか。どうですか、撮影は。そうですね、最後のシーンから始めたんで、まあなんかね、ちょうどよく気合が入ったんではないでしょうか。ちょっと今噛みました。あれ噛んでないです。何言ってるんですか。やめてくださいよ。やめてください。ごっこクラブ。カットカットカット。この人やってます。一瞬一瞬ガッキーさんめっちゃ長かった。なんでは、まあ疑問なんだけど、全然なんとなくまだ充電しないと、チャージしないと。イケメンじゃん。また会えるかわかんない。今日この距離少し縮まって。忙しいな。彼氏と楽しそうに話すんです。最高に楽しい。失格ですか。失格かな。絶対合格です。めっちゃいいもん。めちゃくちゃいい。ほらほら、いや本当にね、中山くん珍しい。え、100点の絵作ってる。100点でしょ。カメラ一本ください。怖えって。クセやんな。愛想ねえなこの店員な。本人は見えてないんだけど、本人が目の前にいるような感じでちょっと照れくさい感じ。彼女が自分の隣で住んでると思わなかったから。何言ってんだよ。夢に大きいも小さいもないだろ。花ちゃんが花屋開いたら最初の客は俺だからな。視線とかも一回下に落としてもいい。良さそう。本番。まあよーい。はい。でね、足くじいたらお姫様抱っこしてくれて、
もうときめきって。カッ。いい。いいな。いいな。めちゃくちゃいいな。こっちが ときめきだ。こっちがときめいたわ。はい、じゃあ、OK です。はい、じゃあ。あ、美味しそう。お待たせしました。本日のハンバーグです。はい。心の穴を埋めてくれる道具としか思ってないだろ。都合が悪くなったら、都合が悪くなったら、被害者ゼロすんだよ。えぐっ。すごいな。壁大丈夫。壁は大丈夫。ハンバーグの汁が無事だ。メニューじゃないっすか。メニューじゃないっすか。うわ、これ取れた。これ取れた。これ取れてんの？本番、よーい、はい。カット。このカットの時になんか目とかそうそう一瞬なんか入れてくれると、はい。いいのもらったくさん。どう？うわ天才。あーいい、うん、ここらっすね。おすごいじゃんお前、はい、すごいじゃんお前どうしたの。今日の時間をさ思い出してくれるようにこれドライハグなわけ。こういうの慣れてないから。普段やらないことやるから。アドリブみたいになっちゃった。恥ずかしいよ。じゃあ花ちゃんまたね。でこことびきりの笑顔で、はい、はい、めちゃくちゃ優しい感じで、はい、リピートしてもらえるように。はい、ガッツ追ってないよね、カナちゃん。俺ですか、うん、これ追ってないです。そのままフレームアウト。フレームアウトだけです。なるほど。よーい、はい。カッガッツ押してる。よっしゃ、いいなんだ。ほだよし、M取り以外は夕焼けに花は咲くだろうか。終わりました。ありがとうございます。終わり、終わりました。よいしょー。おらっ、いってー。